はい、こんにちは、ゆうです。今日も言霊をやっていきたいと思います。はい、で今日はこちらのパラウルチル、発音合ってるかな、星5のパラウルチルの上級を攻略していきたいなと思います。はい、でこちらのステージなんですけど、この編成でやっていくんですが、中級を一度紹介したかな、3ターンに1回の超攻撃に注意、シールドブロックの突破の速さが鍵ということで、シールドブロックを3つ設置してくるんですよ。でそのシールドブロック3つあるから、それを全部か、まあ、最低1つでも壊さないとダメージを一切与えられないっていうのと、それを3ターンで壊しきらないと超攻撃がやってくる。ただそのブロックを3個壊しきれれば超攻撃を食らわないっていう、相手が攻撃を中止するんですが、戦い方としてはこの挑戦を使います。でこの挑戦、まあ、僕進化させてるんですけど、これ4文字の方じゃなくて3文字のプチバリアの方で大丈夫で、この子を使って最初の3ターンは、シールドブロック3つ壊し、まあ、切るのも難しい、切ることもできるんですけど、壊し切らないで挑戦で耐えます。で挑戦のプチバリア貼ればこの編成だと耐えられるので、耐えて、でそこから次のまた3ターン後に超攻撃が来ちゃうから、それまでに、まあ、要は2ターンぐらいかけて、残りのシールドブロックを壊していく。で壊し切ると相手が攻撃中止するから、その間に倒し切るっていう戦い方でやっていきたいなっていう感じですね。なのでシールドブレイカーっていうスキルを持っているキャラクターを多めに編成しているっていうのと、あとはまあ強い攻撃もできる子たちを編成して、その間に倒しきるために、超ガチとかをうまく発動させて、文字もつなぎやすいような編成に一応しているので戦っていきたいなと思います。はい、ということで早速やっていきたいなと思います。レッツゴー。はい、ということでやっていきましょう。リクエスト開始。リーダー特性 100%HP アップだから、それで1万8000ぐらいになってますね今で。そうすると1万7000ぐらい食らうのかな、プチバリア貼れば。そうなんで、ギリギリ耐え出るとプチバリアで、なんで超ガチを狙う必要がないので、割と簡単に1回目の相手の攻撃を耐えることができる。でこうやってポンポンポンって3つシールドを貼られますと。でなるべくこの線とか青を使って多く使っていきたいから、これはもう線とで戦闘でこれで2回分あるかなっていう感じで多めに作っていきたい。でここは矢と矢がシールドブレイカーとで、予選と暗夜ってあるよね確か。だから予選暗夜でいい感じなんじゃないか。暗夜寄せ予選、これでいい感じにシールドを破壊できていると。でもう3つあるから、これは攻撃は一切ダメージが入らない。強いよな、ほんとダメージ一切入らないっていうのがきついよね。ここでも少しでもダメージ与えられたらいいんだけど、まあなんで早めに1個でも破壊できれば攻撃を与えることができるから、そういうことを狙っていくのもありかな。でここ矢が1個しか来てないんだよね。夜会ぐらいしかそしてなくて、まあ開会とか作れるんだけど、これ作ったところで壊さないと意味ないので、まあ夜会作っちゃうか、その後もこの句と矢の間難しそうだけど、矢作って、お、うが来たか。空矢ってあるかな、空はあるよね。空矢にしよう。空矢で夜会で1個もなくなった。これはどうしよう、破壊できないよな。できんのかな、開館とか作っちゃう。開院の方がいいか、開墾とかにする。まあ何でもいいんだけど何でもいいんだけど、開会にするか。そしたらこれ超勝ちになるもんな。開会にするか、開会 OK。 これで壊れ、1個でも壊れてくれれば夜会で、か壊れるか、これ開花。あ、オッケー、壊れた。ナイスナイス。こういう超勝ちが2つできるから、できなかったけどまあいいやこれでダメージ与えていけると。でブッファイヤー起動、これで一応ダメージ入ったね。ナイスナイス。でこれで次ターン超強い攻撃が来るから、この挑戦を絶対使わなきゃいけない。でこの挑戦は、3文字の方のこのターン受ける味方全体のダメージを軽減するの方で大丈夫ですね。バリアじゃなくてプチバリアで大丈夫だから、割と作りやすい。地高でも作れるし、高地でも作れるし、なんで作っていきたいところなんですが、一応このバリアも1個、もう1個ぐらいは破壊したいところなんで、どうやろうかな。まあ、地高を作ればいいか、とりあえず地高を作って、こっちにこう、こうとでいっか。でもこう、その後がうどんってないよね。うといってあんのかな。まあ いや、コードにして、でうどんにするか。であっち側が1個もシールドブレイカーいないから何作ろうかな。イーチコっていけんのかな、お酒の名前なんだけど。イーチコっていけんのかな、ちょっとやってみようかな。イーチコいい、イーチコいけた。オッケーオッケー、ナイスナイス。あー、しかも超勝ちになった。
正月になったから余裕で耐えれると。で、1個壊せたね。オッケー、これは結構ダメージ与えれる。しかも、バリアの方になったから、より一層耐えれると。スタファイアラッシュでダメージを与えていきたい。結構与えていきたい。いけ、超ガチファイヤーショットで1万3000ナイス。で、ファイヤーナックルも割と入っていく。オッケー、いい感じ。いいぞ。で、これをギリギリ1万5000だね。あの、プチの時の場合は1万6000ぐらい食らうんだけど。で、ギリギリ耐えたと。で、こっからは、これを壊しちゃうと、相手がまた、準備体制に入っちゃうんですよ。新しく貼り直す。だから、正直ちょっと時間かけて、2ターンぐらいで壊していきたいところ。なんで、ここは壊しきらん、どうせ来てないし、まあ、来てるけどヨガ。ショーとかできるけど初夏とか。相手作らないで、思考う、で、こう打う、で、ここからもっと超強い攻撃を与えていきたいので、どうしようかな。カとトを使っていきたいね。まあ、ヒントで取って出て、トを取ってできるんだけど、その後が多分持ってるキャラクター的に作りづらいから、カにしとけば、何かしら来たら、あ、クが来たね。オッケー。投函でいける。オッケー。これで、思考、これ壊しきらないはず。コートなんてあるんだ。オッケーオッケーオッケー。でも壊しきってないね。それで壊しきらないから次ターンしか壊せるからちょうどいい。おお、高等感めっちゃ強い単語できた。あ、なんだなんだなんだ。 12?13?14?15?15 コンボ初めて。やば裏返っちゃった声。15コンボ出していく。これは倒しちゃうんじゃないかな。ならさすがにないか。2万ダメージでファイヤーブレードのダメージ与えていくと、やば、15コンボは初めてだ。高等感強で、このターンでこのシールドブロックを壊しきっちゃえば多分倒しきてるんじゃないかな。まあ倒しきれなくてもまだ猶予がたくさんあるんですけど、もうなんなら倒せちゃうかもしれない。これはもう伊藤倒せいいで、セイトンでいいんじゃないか。セイトン、うん、これで壊れるでしょ多分。 OK、 壊れたからもうがっつりダメージが入るし、いい感じのコンボも出来上がるから、これはもう倒せちゃうんじゃないのといったところ。チキヒでイスファイヤーパーンチ436でダメージを与えていって、どうだ、倒しきれるか。まあ、倒しきれなくてもまだまだ余裕の時間があるから倒しきれないか、さすがに。で、これで攻撃準備中止ってなるんですよ。3つ壊すとで猶予が生まれると。で、この間に倒しきれっていう感じなんですけども、ほとんど倒しきれちゃうね。楽勝ということでどんどん作っていこう。新婚、うん、婚、一心、過信、一心、うん、婚、婚格、まあいいや、これで、婚か、なんかあるでしょう。一心、ね、新婚、新婚、うん、婚か、婚格もありそう。あるよね、ナイス。これは倒しきったんじゃないかな。ということで結構楽々倒せましたね。いつもはもうちょっとギリギリだったりするんだけど、この相手がバリア張る1個手前ぐらいだったりするんだけど、このもうあと2ターンぐらい余裕あるのかな確か。の間に倒してるっていう感じで、オッケー、倒していく、ナイス。さあ落ちるかな。いい1個作れたの。この高等感がうまかったな。まあ狙ってないんだけど。さてさてさて、お、ドロップ報酬あるね。ノーコンティニュー。1個、お、2個ドロップ。ナイス、いいね。はい、ということで今日はバラウルチル星5の上級を攻略してみました。で、やっぱキーとなるのはこの挑戦。この挑戦がいないとちょっときついのかなって気がしなくもないですね。この挑戦がいないとどのぐらい食らうのかってのは正直まだ分かんないんですけど、この挑戦が得ることでこの編成だとギリギリ耐えることができる。そして今回、バリア張っちゃったんですけど、バリアじゃなくてもプチバリアで耐えれるはずです。なんでプチバリアを張ることで耐えていって、でその間の、残りの時間で倒しきると。で、倒しきれない場合は、もう一回バリア張られちゃうとダメージ与えられなくなっちゃうから、きつくなっちゃうから、そうしたらまた回復キャラクターを入れて回復してまた HP マックスにして挑戦で耐えるっていうことを繰り返す必要があるんですけど、まあ、なかなかそうすると難しいかなって、時間かかっちゃうしって気がするので、その間で倒しきるっていうのがおすすめですね。はい、ということで、よかったら試してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。